東京チャンネル。夏野さんの社長の退任、これはね、社員からもそういう声たくさん出てますね。あの夏野さんによる角川の乗っ取り劇だと思ってるというような社員までいるんです。そういうことを踏まえるんであれば、やはりガバナンスを正常に機能させるためにも夏野さんの社長退任というのは一番重要なことではないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。警察なんだもん、やめて。俺の悪口言ってんの別に構わない。警察なんだもん、コンプライアンスなんだもん、やめて。Thank you.
秋元内閣副大臣、おそらくこの報道にある塩田大輔さんというのは、私がおそらく首相時代にですね、また先輩の関係で、もう遡るところ20年ぐらい前なんでしょうかね、お会いしたことはあると思います。まあ刑事事件になったこともあって、それ以来はもう付き合いというものをあまり会う機会もなくですね、私自身も記憶を呼び戻すもあれなんですけども、少なくてもですね、ここそうですかね、正式に面会をして会ったっていう、そういった中においては、まあここ5、6年はないと思います。ただまあ、いろんなところのいろんなパーティーなんかで時たまお会いするってことは、5年ぐらい前にはお会いしてるかもしれません。まあ考えたんだけど、許可証あるじゃない。許可証、はい、あれ銀行に出しておかなと思って。フライングで見て、はいはい、それで通用するかどうかで、はい、はぎれば UEC 電子の偽装になっちゃうけど、はい、許可がバタバタと出てきたらそれでなんとかなるし、はい、どう思う？そうですね、作れないことはないと思います。もう社番作ってほしいんだよ、はい、印鑑、はい、でも印鑑屋さんに、はい、これと同じやつをお願いしますって言った時に、一度育成協会を消さないと、はいはい、これって何ですかって言ったら、この文字なんだけどと、はいはい、そ
まあ、一つ問題なのはこの女性番号ですよね、うん、女性決定番号。彼の取り巻きがどういうふうになっているのかということを含めて、私自身としては直接何かつなぐとか口利きをするとか、こういったことの見返り等でですね、私自身がこのパーティー券を購入を依頼をかけるということはありませんし。